エル・カンターレ、人生の疑問・悩みに答える。1、人生をどう生きるか。大川隆法。前書き。初期の頃の講演会やセミナー、研修会などでは法話の後で質疑応答もやっていたので、その頃のものをいくつか選んで一冊の書物としたものである。実際、講演会が1万人に達しても質疑応答をやっていたが、他の人々には不要な個人的な質問や〇〇県に来てください的なものが多くなってきたので、講演会の余韻を楽しみたいとおっしゃる方も多くなって、現在では QA は海外や特別の場合に限られている。本書ではできるだけ一般化できるようなものを選んでみたが、著者としては閣下総用の感があって、正直言って満足していない。ただ仏法真理の初心者にとっては、私の30歳頃から30歳代半ば頃の答えでも一部は参考になることを願いたい。2020年11月29日、幸福の科学グループ創始者兼総裁、大川隆法。エル・カンターレ、人生の疑問・悩みに答える。人生をどう生きるか、目次。前書き。第一章、人生の使命と理想について。1、人生の使命についての基本的な考え方。2、本物の理想と妄想を区別する方法。3、自分の使命を発見するためのヒント。4、何かを成し遂げたいと思う時の注意点。5、普通の人生を歩みたいという人へのアドバイス。6、真理に触れて人生を再スタートする時の心構え。第2章、自己変革へのアドバイス。1、弱い性格を克服するには。2、疑問と不安の思いについて。3、宗教的人格の人が陥りやすい優しさの罠とは。4、甘えについての考え方。5、高い理想を持っても増上マンにならないためには。6、純粋な理想家が人間関係で注意すべきこと。7、50歳以降も人生の可能性を固めないためには。8、どうしたら限りなく優しくなれるのか。第3章、一日一生の精神と継続の力。1、使命感を維持するための習慣とは。2、人生計画の立て方についてのアドバイス。3、三日坊主で終わらず着実に向上するには。4、時を待つことの意味。5、理想と現実の間にギャップがある場合の心の持ち方。6、体力や時間の限界を超えるための知恵。7、愛や情熱を維持していくための秘訣。第4章、真実の人生観とは。1、カルマとの対決の受け止め方について。2、神とはどのような存在か。3、エル・カンターレ意識と他の九次元霊について。4、人生における悪と
魂の消滅について。5. 霊的に見ると見えてくる宇宙樹。 6. 大宇宙の仏が喜びを感じるとき。 7. 魂の進化速度を早める四正道。 8. 今地上に生まれていることの意味について。後書き。ほぼ30年余り前の質疑応答なので、現在の私に代わって当会の講師たちが今は同様の内容に答えていることと思う。 QA そのものは万の単位の人々に参考になることは少ないが、本人にとっては切実であろう。また宗教家としてあらゆる QA に答えるために万願の書物を読んだ若き日々が懐かしく思い出される。若い頃の仕事を少しでも後世の役に立たせられたら幸いである。2020年11月29日幸福の科学グループ創始者兼総裁大川隆法。